もう一つ、スーッと寄せてくる、座る、後ろに伸ばす。座るときに少し後ろに座るようなつもりで、こういうところですね、パンと当たるところ、まあ、これ人によります、こうなるかならないか、倒れなくてもいいので当たるというところです。ぐーっと当たってる、こういう当たりがあると、伸ばすときにですね、それがだんだん座らなくてもスッとこういうところでちょっと当たる、そうすると次の呼吸につながるところがありますので、こういう当たり、ぶつかってはいけない、ぶつかってはいけないと思いますけれども、逆にぶつかるところも知っておくというところです。こういうところですね、バッときて手の内に当たるところがある。はい、これをゆっくりとスーッとここまで来て、ちょっと後ろにスッとひざまずいて、優しくスーッと伸ばしていく。はい、やってみてください。